皆さんこんにちは。神田外語大学吹奏楽団です。本日ハウプ主のテナーサックスについて紹介します。皆さんはサックスという楽器をご存知かと思います。テナーサックスはサックスフォーンの一種で、中低音を得意とする楽器です。豊富な表現力と音量によって、クラシック、ジャズ、演歌等の分野で大活躍中です。テナーサックスは1840年代に開発者のアドルフ・サックスによって製造された木管楽器です。1866年以降は世界中の軍楽隊によってテナーサックスの良さが広まり、現代では幅広い音楽分野で大活躍中です。演奏会では主にアルトサックスとテナーサックスの2種類が使用されています。これら2種類のサックスフォーンの一番大きな違いはサイズと重量です。アルトサックスは小さいし、軽いので持ち運びは楽です。テナーサックスだとアルトサックスよりも一回り大きいし、重いので、体力のないプ主は持ち運ぶときに非常に苦労しました。そして最後にテナーサックスが輝くような有名な曲を紹介します。普段の演奏ではあまり輝かないテナーサックスですが、この3曲ではテナーサックスが珍しく輝いている曲だと思います。もしよければぜひ聴いてください。動画は以上で終わりです。チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんこんにちは。神田外語大